明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ13回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は斉藤、対するベイスターズの先発は右の三島、以上の両先発。まもなくプレイボールです。まずは1回の表、ベイスターズの攻撃。トップバッターは荒波、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げました、ボール、わずかに外れました。カウントワンボールワンストライク。投げました、ストレートはストライク。追い込んでから第4球を投げました、ボール、これはわずかに外れています。平行カウント、投げました、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。バッター俊介、初球決まってストライク。いきなり151キロ、投げました、インコース低め、ストライク。タイミング合いません。投げました、インハイ、空振り三振。最後は156キロストレート、投げた、ストライク。第2球、2球目はストライク、あっという間に2ストライク。投げた、低め、空振り三振、ボール球で仕留めました。斉藤、今日明日。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターボックスは筒香、ストレートはボール、アウトコース高め、際どいところ、投げた、空振り。第3球を投げた、3球目はストライク、ワンボールツーストライク。追い込んでいます、投げた、低め、ボール球打った、奥い、落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは神山、投げた、直球ストライク、アウトローへ。いきなり151キロ、インコース低め、ストライク。追い込んで第3球を投げました、ストライク、見逃し三振。斉藤、ナイスピッチング。そして続くバッターは本田、投げました、初球見送ってストライク。いきなり152キロ、投げました、2球目はストライク。第3球を投げました、空振り三振。最後は空振り三振に打ち取る。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッター清、外角低めいっぱい、ストライク。いきなり151キロ、投げました、流し打ち、どうだ、 T 岡田取った、斉藤取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは黒羽、投げました、逆らわずに右へ、 T 岡田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。アウトコース低め、ストライク。第2球、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げた、打ちました、抜けた、三島ヒットを放ちました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました、ボール、投げた、打った、一、二塁間へ。山田、ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、一塁ランナー残塁です。バッターは斉藤、第9球、投げた、初球打ち、センターへ飛んだ、ダイレクトフェンスに当たった、センター下がった、ボールはセカンドへ。斉藤、ツーベースヒットを放ちました。さあ、ワンアウト。ゲームは中盤4回に入ります。バッター俊介、現在の打率は2割6分3厘、初球はストライク。いきなり150キロ、投げた、2球目空振り。第3球を投げた、アウトサイド、ボール、カウントワンボールツーストライク、ストレートはボール、カウント2ボール2ストライクです。投げました、打った、打球はセンターへ、ヒット、俊介ヒットを放ちました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました、タッチはセーフ。第1球、投げました、1球目ストレート空振り、
いきなり151キロ、タッチセーフ。第2球、ストライク。第3球を投げました。アウトコース高め、外れてボール。変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。一塁タッチセーフ。第1球投げました、ストライク。第2球投げました、外角低いパイ、ストライク。バッター追い込まれました、ボール。カウントワンボールツーストライク、ファール。もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ。再び牽制球を送ります、タッチセーフ。斉藤、ランナーの動きを警戒しています。ストライク、空振り三振。バッターボックスは神山、今日2度目のバッター。初球を打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー俊介、残塁に終わりました。4回の表が終わって、今日ツーベースを打っている斉藤。第1球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました。1球目ストライクから、第2球打ちました、いい当たり、センターに送った、ホームラン。今シーズン第2号先制、満塁ホームラン。白球は無情にもバックスクリーンへ、ストレートを完璧に捉えました。ファン待望のアーチ、福平の人。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターは本田、現在の打率は2割2分1厘。第2球投げた、直球ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた、1球外してボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げた、カットボール、空振り三振。バッター清、現在の打率は2割7分6厘。投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。投げた、2球目はストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、内角低め、空振り三振。斉藤、3球で仕留めてみせました。初球打った、これはヒットになります。ボールは中継、黒羽ヒットを放ちました。バッターボックスは三島。あの第2球投げました、見送ってストライク。斉藤、まずは簡単に追い込んでいます。第4球を投げました、アウトロー、空振り三振。三島、スイングアウトの三振に倒れました。先ほど満塁ホームランを放っている斉藤。第1球投げました、初球打った、センターバック、センターへ持っていった、センター後方、ワンバウンドヒットになった、センターからセカンドへ。斉藤ツーベース、スワローズ。試合は後半6回に入ります。バッターは荒波、今日は三振とセカンドゴロ。第2球投げました、チェンジアップ決まってストライク、バッター追い込まれました。投げました、ボール、カウントワンボールツーストライク。投げました、ファールボール。第5球投げた、チェンジアップはボール、際どいところ、カウントはツーボールツーストライク。投げた、アウトコース低め、空振り三振。最後は156キロストレート、投げた、直球決まってストライク、いきなり152キロ。変化球ストライク、アウトローへ。投げた、ボール、カウントワンボールツーストライク。投げた、ボール、アウトコース低め、アウトロー外れてツーボールツーストライク。投げた、打ちました、右中間へのフライ、ヒット。俊介、ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。一塁タッチセーフ。第1球投げました、初球空振り、伸びのあるストレート、ストライク。膝元厳しい球でした、バッター追い込まれました。外角低め、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投球これから5球目、打った、ライナーヒット、ボールは中継、オーレナーヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。チャンスをものにできるか。第1球投げました、初球はカットボール、空振り、タイミング合いません、ボール。バッターよく見ました、カウントワンボールワンストライク、直球見送ってストライク、低め、ボール、カウントはツーボールツーストライク、ボール、アウトコース高め、際どいところ、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところ、初球から打ってった、ファースト真正面、自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。斉藤、なんとか踏ん張りました。試合は終盤7回に入ります。バッター本田、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、速球ストライク、アウトローへ。
バッター追い込まれました。投げました。一つ外した。ボール大きく外れました。カウントワンボールツーストライク。打ちました。内野ゴロ。川端掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは清。今日はファーストゴロと三振。縦のスライダー見送ってストライク。投げました。アウトコース低め、外れてボール。カウントワンボールワンストライク。ボール際どいボールよく見ました。カウントはツーボールワンストライク。ストレート空振り。第5球投げました。打ちました。ショートが右、梶谷ボールを掴んだ。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。今日ヒットを放っている黒羽、現在の打率は1割7分4厘。2球目はストライク。もう追い込んでいます。投げた。アウトコース空振り三振。最後は渾身のストレート。満員の神宮球場、バッターは斉藤。今日は3安打猛打賞。第9投げた。アウトの際どい球、ボール。ここはよく選びました。投げた。打ったに当たりだ。センターへの打球、センターの後ろ、ワンバウンドヒットになった。斉藤ツーベースヒット、なんと4打数。代打は小田。第9投げた。ファール。第2球アウトコース高めいっぱい、ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた。見逃し三振。斉藤見事なピッチングです。今日2三振の荒波、現在の打率は2割5分1厘。第2球投げた。ストライク。膝元厳しいボールでした。バッター追い込まれました。投げました。縦のスライダー空振り三振。斉藤ナイスピッチング。今日2本のヒットを放っている俊輔、初球空振り、これは完全に振り遅れ。投げました。ストライク。ポンポンと追い込んできました。ボール。カウントワンボールツーストライク。縦のスライダー、ボール低め。カウントはツーボールツーストライク。打った。一二塁間の当たり破った。俊輔ヒットを放ちました。ランナー一人置いて迎えるバッター、ボーレナー。第2球投げました。ボール。アウトコース低め、際どいところ。カウントはワンボールワンストライクです。投球これから4球目。三遊間の当たり、川端取った。アウト。スリーアウトチェンジ。一塁残塁。8回の表が終わり、いよいよ最終回を迎えました。今日2三振の筒香、ここまで2打席連続三振。第2球アウトへストライク。バッター追い込まれました。投げました。外れた。ボール。カウントワンボールツーストライク。投げました。打ちました。ショート右横のゴロ。ショートから一塁送球。アウト。斉藤完封勝利まであと2人。投げました。初球決まってストライク。さあ次の投球、投げた。内角低めいっぱい、ストライク。早くも追い込みました。投げた。内角低め、空振り三振。斉藤3球で仕留めてみせました。バッターは代打淵上。ベイスターズ最後のバッターになるのか。初球空振りから、投げた。このボールも空振り。あと1球投げた。ボール。カウントワンボールツーストライク。投げた。見送ってボール。カウントツーボールツーストライクです。投げた。見逃しの三振。ギリギリのところに決まった。試合終了。斉藤見事な完封勝利、スワローズ圧勝です。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた斉藤。本当に今日